株式会社プリマ楽器の代表取締役の大橋仁志と申します。どうぞよろしくお願いいたします。初めてオカリナに出会ったっていうのもむしろ明田川隆さんに出会ったっていう、まだ大橋二郎商店っていう屋号の時にオカリナを持って風呂敷包みに持って会社に来たと。で、あの人が明田川さんですよっていうふうに言われて、それこそ背中だけ見てるみたいな形で、後で風呂敷を広げるとそこに5、6個のオカリナがあった。それを見たのが初めてですよね。ですから、あ、これがオカリナなのかということは本当にうる覚えで、その後この楽器がどういうふうにこう開花していくかっていうのはまだその時点では、クエスチョンマークというようなところだったんじゃないかなというふうに思います。これを見るとお分かりだと思うんですけども、非常に完成された形になってると思うんですね。明田さんがこの形にしたっていうのはやはり彫刻家としてのセンスっていうか、そういったようなものがこの中に 100% 入ってる。それぞれにやはりよくできた洗練されたデザインになってるんだというふうに私は思います。それと何といっても音階を正確にっていうために基本を作る小穴っていうか、それは後で実用信用を取ったわけですけども、それが考えられて考案されてこの中に漏らされているということで、非常に安定しているバランスの取れた重さについてもですね、持ちやすいしというような非常にいい楽器だというふうに私は思っております。で、吹いたらドッキリするぐらい温かみのあるぬくもりのある音色がすごく楽しめる、オカリナらしいオカリナっていう形になっていると思います。やはり日本のその風土に合った、日本人の DNA に合ったこうオカリナの音っていうのは、これはやっぱり永遠に日本人が求める音色だと思います。いろんな世の中の変化ってのはありますけども、究極的には日本人に合った音楽ができる楽器の音色ではないかなと思っています。明田川隆さんはさっき話したように背中しか見てないっていうことで、印象としては当時確かね、着物着てきてたんだよね。芸術家がよくこう着るような羽織みたいな、それがイメージすごく残ってますね。ちょっと経ってから亡くなられたんで、それ以上の記憶っていうのはないんですけども、奥さんについてはすごくニコ、いつもニコニコしててね、で人当たりが良くて、まあ主人を立てるみたいな、良妻賢母の典型的な方なのかなと。自分が前に出るっていうんじゃなくて、まあ、夫を支えるっていうか、もちろん自分も吹くし、一緒になってオカリナ作ってたし、というような日本の母親的な、そんなイメージがあります。中塚さんについては、まあ、演奏家でもあり、いわゆるオカリナに対するこう技術者っていうか、明田隆さんの技術をそのまま受け継いだ方じゃないかなというふうに思いますし、やはり人当たりとしてはすごくソフトな感じで、まあ話し方についても、もちろん演奏についてもやっぱりそういう演奏が聞けるのかなという方じゃないかと思います。高橋さんについては本来は絵を描いてる方なんで、時々国画界の展覧会に誘われたりして、伺って彼の絵を見たことあるんですけども、なんかやっぱり田舎の素朴な
絵が得意で、非常に熱血感があるというか、やっぱり絵を描くというのは自分を主張するっていうことが必要なのかなという、それぐらい、まあ、個性があるっていうか、こうと思ったことは絶対曲げないみたいなところがあって、それもあの明田の今続いてる一つの礎なのかなという気はします。昔バリバリやってた頃にはあのどんどん作ってどんどんみんなに吹いてもらうんだということで一生懸命だったような、そういう方だったんじゃないかと思う。まあそこへ来て、あの庄司さんは、まあ、両方を持ってる方だと思いますね。あの高橋さんの良さとか中須賀さんの良さからお母さんの良さ、それぞれの良さを全てあの持ち合わせた方じゃないかな。で、芸術的な部分もあるし、それから人情的な部分もあるし、あるいは江戸っ子的な部分もあるし、ということで、まあ、全てを足して3回読んで割ったような部分では尊敬できる人なのかなというふうに思って見てます。